東京2020オリンピックゲームズ。にゃーにゃー。はい。マリオンとソニックじゃなくて、ソニック、あと東京オリンピック。やっていきましょう。あいつ出てきましたね。いやー、一年延期になっちゃったんですけど。まあ、東京2020は、もう変えないんで、やっていきましょう。スタート。私ですね、ボランティアとして、まあ、やっていくことにしたので、あ、ぜひ、あ、初見さんよろしくお願いします。東京スカイツリー入り口、東京スカイツリージャンプ。何？え？見ろよ、ティールス。めちゃくちゃ暗いタワー上がるぜ。これは東京スカイツリービジョン。世界一的なバトルに高630で、やあ、おもちゃを。そんなに高いからきっと上の景色からも綺麗なんだろうね。へえ？じゃあ、ちょいとこのタワーと書きかかって、すまけすぎやろう。拝んでくるか。はい、オッケー。雲に乗って頂上を目指そう。ソニックがジャンプしたら、スライダーで着地を伝えさせて、雲の上を登っていきましょう。敵を下からぶつかれば倒せます。時間以外にか、何とたどり着けばかりよ。よし、行ってきましょう。レッツゴー。そう。待って、こいつか、これか、ごめん。そうか、これだったのか。オッケー。ちょ、あー、なんだこれ。なんか難しくなくすんだよ、これ。え、これ何？これ何？あ、これ登り詰めるってこと？待って。あたり動いてる？ちょ、触っちゃいけないの、マジで。よいしょ。え、これ消えちゃうんか？よし。よし、ジャンプ。あ、危ない。あ、待って。サップ。オッケー。よいしょ。じゃーん。あ、これか。ちょっと黒いやつは消えるんだ。あー、待ってよ。乗ったら消えちゃうんだ。よいしょ。じゃーん。ぶっか。いやー、これ動体視力してるんだよ、これ。よいしょ。あー、待って、落ちた、待って。ほい。おー、どうなって落ちた、オッケー。待って。おい。よいしょ。ほっ、ジャンプ。よっしゃ、オッケー。13秒。イエーイ、オッケー、13秒。いや、めちゃめちゃいい眺めやったな、ほんと。じゃあさ、これ、オリンピックの、始まりの、元だった始まりの日にやりましょうか。じゃあ行きましょう。スカイツリークライミング。まあ、対戦プレイあったらみんなで対戦しましょうか。スポーツクライミング。SP クライム発動中は正月別になってもノーダメージで進める。はい、大丈夫だよ。よし、ありがとう。はい、ありがとう。行きましょう。はい、よし、ありがとう。はい、よし。え？ホールドの、選んで登る。登りたい方向と反対方向に引っ張り、狙いを定め指を離すと壁を登る。あ、なんかマリオみたいな感じになるってこと？これ。なんか、マリオみたいな。スタート。こう、ジャンプ、せーの。あ、これか！これか！オッケー。壁キックみたいな、多分。それじゃ、登っていくと進みがなっていっていく。ゼロになると落下するので、ハートホールドを掴んで回復しよう。よいしょ。おいしょ。おいしょ。
ああ、オッケー、こんな感じね。え、重いんそんな。おお、ソニック金メダル。そっか、ソニック金メダル。時間差が100秒くらいある。うん、じゃあ入りの、入り直したら一回。そっか。ちょっとね、こっち先進めてます。ソニックが SP クライムを習得。 OK Too easy。 あ、少し増してみた、うん、金メダル獲得率は 1% を達成。コレクションから称号を確認してみよう。船着き場スポーツクライミング EX。あ、マリオみたいな感じなんだ。うん。BGM 変えてみよう。競技中に流れ BGM 変えてみます。BGM ボタンを押してみよう。あ、こんな感じになる。チームオーシャンビュー。第82あ、そっか。あ、じゃあちょっとスプラトゥーンポヤセンするか。じゃあスプラトゥーン、ちょっとね、スプラトゥーン。ホールドを掴んだりぶら下がってる間もスタミナ減り続ける。回転ホールド掴むと 大回転する特殊ホールドが登場。タイミングを測ってタッチでジャンプ。さあやっていきましょうか。スタート。よいしょよいしょ。これね、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 これね。ふっ、よしよし、はい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 。あぶぶ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 ぶ。危ないよ、待ってこれ。せーの、よいしょ、せーの、せーの。あー、やばいやばい、待ちろ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 。今のちょっと遅れすぎたな。まあいっか、オッケー、いいとしましょう。世界ナンバーワン。こう、うん、第82覚醒予想。はあ、館でね、珍しい船の形じゃない。わあ、ほんとだね。あ、まだ7人の乗れるみたいだよ。ソニック、せっかくだから乗ってみたら。へえ、たまには気分を変えてクルージングの悪くないかな。しょうがなくっちゃ。だから僕はその間に別の観光さ、別の場所を観光してくるね。行くぜ。やべえな、これ細かい操作がめっちゃ必要だ。ニューエリア。ニューエリア。SP アクション解放。ソニック以外のキャラクターを SP アクション習得できます。画面下のコレクションボタンから SP アクションを選んでみましょう。え、どこなのかな？あ、会場！え、待って。3メーター、基盤飛び込み。100メートル。行きましょう。めちゃめちゃさ、何しょ？一野さん？うん、撮ってある撮ってある。今ね、ちょっと編集しておくれば。うわ、めっちゃすごいじゃん。これオリンピックさ、開かれたらこんなるでしょ。いやー、でもさ、1年後めちゃめちゃ楽しみっすわ、ほんと。ちょっと、あればいいんですけど。よし、来た！第82覚
うん、わかった。着水姿勢。アンダーフリックで着水姿勢を決める。まっすぐ下を向いて着水できると高得点。何今の。得点、リングの獲得数、着水速度、フリック角度、演技中の全回転数の合計がこのと競技の得点となる。タッチ、ターン、せーの、ふっ、ちょっとえ、これどうすんのマジで。なんでよ。え、なんでよこれ着水。あっ。今のホモクサなマジだ。あー、こんな感じになるんだ。あー、はいはいはい、わかりましたわかりました。あー、じゃあちょっと撮影会でやってみますわ。ちょっと、レクシューだぜ。はい、インフォメーション。一度クリアしたステージはソニック以外のキャラクターでプレイできるようになります。夏木ババエ3メートル飛び込み EX。 よいしょ。空中で画面を立てるとさらに方向へジャンプする。これしょ？これしょ？ノー。ふぅー、ちょちょちょ、よいしょ、頑張れ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 、ちょっと頑張れお前、頑張れお前、頑張れ。ああ、ちょっとすいません。ふっ、おめえ、ふっ、なんで飛び込み方が無様なんだよこれの。さあ始めようぜ。オッケー、わかりました。あとでレビューします。船の科学館、あーめちゃめちゃ行きましたほんと。で、あ、待って、え、待って、え、虹ヶ崎どこ、これ、え、どこ、待って、あ、多分この奥側だ、虹ヶ崎。クルーズってのなかなかいいもんだぜ。そろそろ台場だな。あれはメタルソニック、なんでそいつがこんなこと言うんだ。どうやら一緒に観光しようっていうムードじゃなさそうだな。やっていこう。どうせな、せつなもそこ立ってんだろ。まあいいや。コラボしたいけどさ。あのね、虹ヶ崎近いから、あのね、あのビッグサイトっていう、あの虹ヶ崎学園めちゃめちゃあるんですよ、そこに。メタルソニック。まあいいや。
スターズがパワーアップする。そう、最後までどの味。息についてよーいゴーイケーイウサインボルトじゃん、もうこれもうやべえ、ウサインボルトの記録じゃん、もうこれうーわ待てや、もうウサインボルトに早いやついるわ、ほんとうん、いきなり勝負仕掛けてくるなんて相変わらず危ないやつだぜ。でもこいつはここにいるってことは嫌な予感がするな。うわーうわーサニッケー、やっと見つけたよ。テルス、そんなに慌ててどうしたんだ。あ、浅草が大変なことになっちゃったんだ。とにかく一緒に来て。浅草。エッグマン。戦争時がエッグマンとバリケードで占領されてる。オリンピック開催になるほど特許ギャラエッグマン資金の金銭でしてやりたぜ。そんなめちゃくちゃな。おいエッグマン、俺とグビッキーで勝負しろ。お前が勝ったらお前が占領した東京の街を解放するんだ。それでも負けるが怖いか。なんじゃとばかりするぞ。よ、その限りかけてるわい。貴様のエリピックで勝負だ。とっておきのつわものを用意してコテンパリしてくれるわい。シップ前で逃げるんやりましょう。ヒゲは前で逃げた前の方だ。待ってるよエクマン。ここで何かフリーパスを手に入れてさらにオリンピックを楽しみましょう。もっと遊べる。オールパスいい安いんだ。あああれかあれか、オッケーオッケー、分かった。六本木浅草オールフリーだ。オッケー、じゃあまたこれまたって考えましょう。すべてのエアクリアしよう。はい、第82覚醒ヨッシー石野さんのランキング見たらわかるかも。ランキング、あ、うん、分かった、ちょっと移動してみる。石野さん、石野さん、どっちだ。待って、石野さん、待って、石野さん、石野さん、どっちだ。さっき言ったとこ、これ1の5だよ。待って待って、これ1の1の8、1の1、どっちだ。待って、第82覚醒ヨッシー、どうしてそこまで見てほしい理由が。ん、第82覚醒ヨッシー、あと配信が、あのことが入出しました。ランキング、ランキング、いや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 、ちょっとね、乗ってるものはすぐに生放送しようかなって。うん、あー、そういうことな、分かった。第うん、分かった分かった。そういうことか。俺どこまで行ったんだっけ。第82覚醒ヨッシー、ちなみに自分でもびっくりしてる。あれ、
ちょっと待って、どこ行ったんだっけ。あ、そうだそうだ、そこだ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 。あと15ステージオープンってとこなんだね。オッケー。が入室しました。あ、これだこれだ、ニュー。この先はオールエレマンを ご購入いただくか、プレミアム体験パスを持ってるとプレイすることができます。オッケー、わかりました。止まってる。あ、ごめんな。なんだ、あ、花火会場、オッケー。じゃあデイリーチャレンジからいきましょう。レッツゴー。皆さんはね、オリンピックとか楽しみにしておりますか。まあ、いろんな選手団がいろいろと、まあ、医療従事者にメッセージを聞かせてるんですけども、ああ、それはめちゃくちゃありがたいっすね。もう。本当、皆さんがこうやってくれてるおかげで、まあ、このゲームができるっていう。まあ、ことを決しております。はい。じゃあ行くぞ。レディはい、あラストスパートかっよし。うわ。いや、でも初めてにしたらまだこのくらいなんじゃないですかこれ。ごめんごめんごめん。そっかそっか。っていうかさ、なんか挑戦しなきゃいけないと、なんかミッション的なものあるのかな、なんか。なんかミッション的なこととか。ん？これ？東京スカイツリー入り口。うん。あれどこだ？あー、はい、わかりました、わかりました。つまりですよ、これ。これ、この先行けないと、なんかダメってことなの？なんか。プレミアム体験パスを持ってるとクリアすることができます。 OK、 分かった。ちょっと待ってな。プレミアム体験パスって、あー、これ、こことマジで、あ、分かった、これクリアしないといけないんで、あ、ちょっと待ってくださいね。あ、今ちょっと待ってね。うん、お台場フリーパス。あー、はい、わかった。あれ、わかった。これですかね。まあ、こうでなくちゃね。あ、じゃあ、ちょっとね、共有画面止めてもらっていいじゃあやっていきましょう。フリー行け、空手。ねえ、ソニック、エッグマンが向かった先は戦争時の方だったよね。ああ、僕に占領されたとこがないか見やりそうだから戦争時に向かうのに、そうだな。空手。スタート。突きボタンと蹴りボタンを長出ししてから話すとさらに攻撃が効く。オッケー。
右左スライド操作で移動、素早くクイックショットステップ移動する。え、これ、あ、わかったわかった、突きと蹴りで攻撃、拳のマーク、東のマーク、OK、それぞれボタンを流してると獲得ポイントの高い極み攻撃ができる。あともうちょっと、ちょっとどういうことどういうことマジで、得点、相手に打撃がヒットすると技に応じたポイントを獲得、先に合計100ポイントを獲得した。漂流剣とか出ないよね、よいしょ、 OK、 勝負あり、やったぜ。ウィン、クリア。いいね。あ、ちなみにユーロ版の方がもうめちゃくちゃできますので、まあ主に言うとマリカーと同じですかね、多分。まあよろしければぜひパスをお買い求めください。参りましょう。SP アクション習得、ソニック SP 極めを習得。オリンピックを取り戻そう、東京各地を回ってエッグマンからメダルと街を取り戻そう。空手スタート。SP 極めた、 SP ゲージが溜まったら SP ボタンをタッチすると必殺技を繰り出す、とすれば高得点を獲得できる。うわ、止まれた。うわ、マジマジだ。待って、おい、あ、そう、離れろ、よし、やったぜ。やべえ、ランキングの上、じゃあマップに戻ります。お知らせ、金メダル獲得率 3% を達成、さまざまな競技に挑戦しよう。アメ横 BMX レーシング。スペシャルなギフト、 TP 入手料がアップする効果を獲得しました。競技ステージにもある TP が 1.2 倍になるお得な効果です。BMX レーシングスタート。レーシング SP トリックは赤いマークのジャンプ台で使える。
スタート。タイミングを直ししてランプが緑になったタイミングで指を離す。いきましょう。はい。インストライクで、あー、ブーブーした。あ、もうこういうの待って、え、リングダッシュ、リングダッシュを集めると集めたリング消費ゲージの量に対して加速する。ゴー。マリカみたい。おい待って、おい待って、マリカみたいなんじゃないのこれもう。あマリカやべえ、マリカやばい、ごめんもうほんと。へえ、すてき。クリア。精神部、オッケー。行くぜ。え、ちなみにこのパスって何だ。あ、リージェンパックってのはあるんだ。あー、オッケー、そうなの。なるほど。で、これ、ブーストショー。あ、これ、必ずね、取んないといけないんだ。え、なにこれ、どういうことなの。これ、どういうことなの。神田川 BMX レーシング、レッツゴー。あ、これ必ず取らないといけないんだ。オッケーオッケー、わかりました。オッケー。あ、じゃあここ通る際に、買わないといけないってこと。マジ。オッケー、よし。あ、別にね、月額制じゃないんだよ。オッケー。ダート、後遺症にダート出現、通ってしまうとスピードダウンする。やべえな、マリカー感覚みたいなやつやってて全然ダメだーおいダメだー。お邪魔が通ってぶつかってしまうとボーディングを失うので注意。ランプ中に画面をタッチすると空中トリックを決めて着地に急速加速する。ああ、ちょっとちょっとやめて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 か、メンヘラになってんじゃん、もうほんと。メンヘラ。でも、結果としてはいいな。オッケー。あー、でもいるんだ。わかりました。アガズマ橋。オッケー。やりとリングに少しだけ、お、クライミング、オッケー。まあ、クライミングはね、もうやったことあるんで、ちょっとゲームはやったことないんですけど、まあ、実際にやるんでね、やっていきましょうか。いくぜ、せーの、あー、ちょい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 、邪魔者がいるし、おーい、せーの。Yeah.
これね、マリオのなんか壁キックみたいな感じんだけど、よいしょ、よいしょ、よいしょ、ちょっと、なんでダメだ、なんでダメ、なんでダメなんだね、ほんとに、よいしょ、よいしょ、このくらい、あ、届け届け、待って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 、これ届くのマジで、ほんとに、ちょっといやいや、OK。うん、わかりました。じゃあもう配信外で記録更新もしてきますわ。上野駅アーチェリーハリネズミのさ、アーチェリーって何、あれなのね、分かった。ダウン、ファースト、矢を放つ、画面を稲川しして弓を引く、そのままスライド操作で狙いを定め、指を離すと矢を放つ。なんか長押しで構えてピューンってなんかそんな感じかな。行きましょう。うん、予想しても違う。これはもう。得点ルール。敵の中心に矢が当たると10ポイント獲得。さらに真ん中ボーナスとして、中心点からの距離に応じてボーナスが加算される。わかった。2回目。エイムカーソル。エンドカーソルが小さくなった時に見ると、矢が飛ぶ方向もブレなくなる。せーの。あーそう風が吹いています。あなたは風吹きに流されるので流れ狙う方向を調整する。うわーむずい、これよいしょ、 OK いいじゃんうわーこれ難しい、これくらいかな、これくらい、うわー惜しかったうわ、今度下向きか。オッケー、よし。せーの、もうちょっと下かな、もうちょっと下かな。あ、このくらい。いや、違ったフィニッシュ。クリアいや、意外にさ、ここまでつくフェストやってんのが疲れたと思わんかったもん、ほんと。すごいランクだなちょっと待って、あれ、あ、ちょっと待って、ごめんごめん、2123位ってマジっすか。 OK、 じゃあこれもちょっとね、配信外で頑張りますわ。はい、追い風の時はいつもより上に矢を離すと狙った位置に刺し入れやすい。稲賀町アーチェリー、じゃあこれラストにしましょうか。じゃあ、あ、間違う、敵の中心に当たれば10ポイント、さらにど真ん中ボーナスによって、あ、ごめんあ、よし、もう3発勝負か。 OK、 よし、3発勝負うえ
ッショッケー、ちょっと撮っていい、撮っていい、撮っていい、イエーイ、はい、一発で撮った。待って、え、待って、どこどこ、待ってね、待ってね、待ってね、せーの、うわ、ちょっとギリギリだな。ちょっといったな。フィニッシュ。アーチェリーエクスクリアー。いやでも一回でさ、こんなんいったのはもうすごいわ。え、めちゃめちゃ韓国人いるやん。え、すごっ。 OK。 じゃあこれも配信があって頑張ってやっていきましょうか。はい、ですよね。さあ始めようぜね。はい、じゃあ今日はちょっとここまでと、時間の都合なので今日はちょっとここまでといたします。こう